じゃあまずゴールキーパーから見ていきたいと思います。はい、ますポイントの一つ目にも値するところですけど、うん、はい、まあもうこの浦和レッズといえば今守護神、はい、西川周作選手が務めてきております。まあ、そうですよね。うん、もうしかもその中でもまあ絶対的なと形容して、はい。いいですよ ね, すよね。ずっと守ってらっしゃると、うん、やっぱりゴールキーパーはまあ息が長いとはいえ、うん、やっぱりあの J1 のスタメンやっぱり40代とかに風になってくるなかなかそれは厳しいだろうというところはあります。次も考えていかなきゃいけない。そうですね。そろそろやはり次の世代を考えていきたいんですが、うん、次の世代が育ってくると考えるとおっと次の世代、うん、ちゃんと浦和レッズ分かってらっしゃる。若い世代に鈴木ザイオンと若い世代にいるという状態なので、バランスがいい世代分布になってるキーパーは。そうなんですよ。で、まあ、西川がまあ北京世代だというところもありますから、まあ、ちょっとベテラン世代になってくる。でだんだんこれはあのベテラン枠1、うん、中堅枠1、若手枠1っていうところで、これ分かりやすく言えばあのサンフレッチェ広島に似たような構図なんですよ。で今は若手 の, あの大迫圭介選手がスタメンを務めているというところもありますが、はい、じゃあ A 代表のキーパー狙っていける逸材、逸材なんですよってなってくると、うん、今まで例えば西川選手なんかもともと大分広島を経てこのチームに加入した選手でもなりますが、うんうんうん、自前で素晴らしいゴールキーパーをしかもユースから持ってくることができるということで、ね、もうあの浦和のサポーターの方々はもう目を細めながら、うん、うーザイオいい、ね、これからねよろしくねと見ていていただければいいんじゃないのかなと。先生このシリーズっていうのはこのあの世代分布ポジション分布の中のこの分かりやすい表の中から、まあ、穴といいますか、はい、まあ、ここは補強いるなとか、うん、ここはもう補強いらないなとかって分かるっていうのも一つのこのコーナーの醍醐味じゃないですか。そうですね。じゃあある種浦和のキーパーって意味で補強はちょっと大丈夫、いりません、ね、いりません、まあ、本当にだから唯一言うんですけど、うん、西川選手がだから大怪我とかそういうことがない時にはもういらないですね。あのセカンド枠2人のところも充実している状態でもありますから、バランスいいですね、はい、だんだんと完全なる自前化しているところがあるんですね、まあ、プライベートブランドみたいな感じですね、なってきているところがありますから、さすが日本のビッグクラブですね。素晴らしいですね。育成にもちゃんと気を使ってらっしゃる。